では今日はこの手を上げて上から下に引くというお三味線の基本の奏法に加えて他にもよく使う弾き方がありますのでそれをやります。まずすくいですね。このドンと引いた後にこうすくうんです。まさにすくうんです。でこれはここで返す感じですね。ではないんです。ここをたくさん引っ掛けるとすごくできないし速いのができないし、で音もこういう風にやっちゃいけないんですね。こう振り下ろした手をスッと上がる、そしてこの先で引っ掛ける感じです。で、これはドド、開放弦はだからドロ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 って感じですね、音が。そして2番目はトン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 、これもトロ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 です。トンドンドンドン。そして最後はテンテンテンですから、これだけ違いまして、テンデン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 です。これがドロドロテレテレドロテレドロテレですね。で結構よく出てきますが、このスクっていう奏法は結構難しい曲にたくさんあって、そのこうスクってこう長く長いところをずっとこのスクイと弾くでやって、テレ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 とかドロ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 とかいうのがあるんですね。それが結構難しくて、こういう曲弾きたいなっていうのはたくさんそういうフレーズがあって、まあいつも苦しめます。そして、指を、今日は指使いについてもちょっとやりますが、まず、今まで口三味線はこれでドロドロ、ドロドロ、テレテレまで行きましたけども、次は、勘どころ、糸を押さえたところですね、についての、口三味線を説明します。で、まず口三味線は、この、3の糸を押さえているか、2か1を押さえているかの2種類になります。で、3の糸を押さえているのが、チです。で、2の糸、チの、どこを押さえてもチなんですね。で、今は、この、調弦するときに使う4のとこを押さえています。で、押さえるときは、指をこう、立てるんですね。こうではない。こっちです。で、この爪のところで、爪の親指寄りのところでギュッと押さえます。こういうのよりいい音がしますね。で、1と2はツですから、ツルツルなんです。このツルツルになるんですね。ツルツルピカピカ。ツル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 、ツル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 ですね。これだけはチリ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 ってなります。チリツルツルチリツルチリチリチリ、テレテレドロドロドロ。で、まあ、口三味線も、なんか音の感じも表してますし、まあ、いろんな風に弾いてみて、これはやっぱり慣れるまで、多分、こうなっちゃったりとか、音が鳴らなかったりとかしますけども、こう弾いて、こんな風にやるよりは、ただ、当てるつもりで当たったり当たらなかったりがあった方がいいと思います。形を自然に上げて上がって帰ってくるっていうところを目指した方が、後々いいですね。多分いいです。で、もう一つ、奏法でよくあるのが、今度は、バチではなくて、指で、ピチカットみたいな感じですね。これも、これがチリチリですが、これもチリ、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 なんです。で、これも、弾く音がバッチリ出なきゃいけないんですね。だけど結構出ないんですよ。ですので、意識的に、例えば、こういうトークを弾いちゃうと、出ませんから、ぐっと近づけて、とやると出ます。ですね。で、まあ3はまだいいですけど、2とかすごい難しいです。
トロ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 ですね、これ。こう上に弾く感じです。で、開放弦を弾く場合は、この、こっちの、この丸いところに近い、位置に近いところでやります。で、ぐっとピッと弾く。こうしないと音出ないです。で、指で押さえてるときは、この押さえて、この1の指で押さえて、3で。これも、ふにゃ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 ってやるのと、違いますよね。だからはっきり出す。で、これは、ち、り、り、り、で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 です。こっちになると痛いです。こちらと、離した糸、ロンになります。ドン、ドン、ドン。ドロ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 、ドン、ドン、ドンっていうのもありますね。そして、押さえた場合、ツール、ツール、あんまり、こういうとこあんまりないですけど、まあこういうことです。まあ割と弾くのはやっぱり3の糸が多いですね。ただまあ近くで、えいってやると、えいっていう感じですね。そうすると音がちゃんと出ます。これもよく使う手ですね。あと右手ではなくて左手を使う弾き方として打つというのがあります。で、それは、そこの音のとこを、勘どころを打つんですね。こう決まって、だいたいこう、例えば、今のスクーと、これが、うつが一緒ですね。うつが入ってます。うつはうなんです。ここ、それは近くではなくて、その勘どころのところをパチって押しますね。はい。それはどこの、どこを押してもうつはうです。ですので、左手は弾く。と。というような、うつというのがあります。あとは、こう滑らすのもありますね。それはとそれを滑らすというだけです。で、すくいと弾きをよく一緒に使う手がありますね。例えば、チンチリチレチンリンっていうのがありますね。チンチリチレチンリン。チリチレとかいうのはもう一つのこう音楽になってますね。なんかそういう感じの音、チリチレですね、まさに。から、私の中では、お三味線弾いてる人の中はみんなそう、チリチリになってると思います。この弾きが弱いと、曲が成り立たないんです。こういう時はここに戻らなくていいんですよ。このことから、これが意外にできないです。これは、私のこの楽譜で赤マークがついているので、パッと目についたんですね。まあ、これは鶴亀という割と早い時期に習う方の曲ですが、ここにマークがあって、この、チンチリチでチンリンって、ある種よくある流れなんですけど、ここの弾きのとこをちゃんとしなきゃいけないし、救いもちゃんとやらなきゃいけない。タラタラっと流すなよっていうことで、これ注意されてるんですね。曲の締めるとこなので。で、そういうところに作るので、いい音が出るような弾き方をいつも研究して弾くのがおすすめです。以上です。